自力で。はい。いや、あれ、年下さんだそうだ、聞いたんだ。中部が、はい、分かれるという話分かれるので、うん、はい、暫定で年下さんになるんですね。そうですね、年下さんが、うん、頑張るっていうかね、うん、あの話し合って前回るってことで、うん、あとは中部別姓になるのも、あの秋勢の話の中で、うんうん、まあ、愛知勢が並ぶなら僕はどうするか考えますって話で、うん、まず愛知勢に決めてもらって、それで、まあ、その部下と吉田さんが別れたので、うん、その流れで僕と吉田さんのラインができたっていう感じなので、うん、で、まあ、みんなでチャンスあるような、はい、そうですね、みんなにチャンスあるし、まあ、G2 だからこういう風にね、その、うん、ガチでできるっていうところもあるので、まあ、不快を止めれたら、うん、あとは全員止めれるでしょうという気持ちで頑張ります、うん、いい勝負して、はい、はい、ありがとうございます。すいません。